こんにちは金ちゃん BBH と申しますえ今回は拡散希望いじめによる事件じゃないの不可解な高知症に推しについてお話をしたいと思いますえー、今回ですね、えー、私についてはまあ、1歳半のね、えー、息子がいるんですけどもこのね1歳半の,の息子を持つ父親としてですね えー、この事件ですね、まあ、あえて事故ではなくて事件と、ねえー、表現させていただいているんですが、あこの、ねえー、事件を皆様にですね、えーまあ、広く知っていただきたいという思いがあって、ですね、えー、動画を作成いたたししました、えー、その事件については、8月22日、下川高知県の、ね、下田川で、えー、小学校2年生のですね、岡林日向く君があ水死体となって見つかった事件のことであります。 当時の、ね、メディアの報道ではですね、この形で報道をされておりました小児男児が不明川で溺れたか、高知記事を読み上げていきますと20日午後4時35分ごろ高知県南国市の男性から息子が帰ってこないと県警に通報があった高知東署は南国市立伊能小学校2年の岡林陽く君7歳が川で遊んでいて溺れた可能性があるとみて捜索している。 同署によると岡林くんは同日午後1時ごろから小学2年生から5年生の友人、えー、計5人で、えー、自宅近くの高知市内の下田川の浅瀬で遊んでいたとみられる同署、えー、が行方を探したところ川岸で岡林くんのものとみられるサンダルと本が見つかった友人4人は午後4時から5時ごろ岡林くんが溺れるところを目撃しておりだっこ泳ぎをしていたら沈んでいったと話しているという、えー、その翌日ですね、えー、日向くんはあ水死体となって発見されるというわけであります。 えこの、ねえー、事件発生からひなたくんが水死体となって、ね、発見される経緯についてです、ね、時系列で話していきたいと思います。まずです、ね、えー、2 0日です、ね、遊びに行ったまま帰ってこないひなたくんを心配したあご両親がです、ねえーまあ、あ一緒に、ね、遊んでいるだろうと思,、ね、思われるひなたくんの友達にです、ねえー、家を訪ねて回るんですが皆さん、ね、えー、知らないと回答をするわけであります。 その後、夜の14時半ですね、えー、警察に捜索願いを提出し、まあ、日向くんの、ね、捜索が開始をされます、えー。捜索開始後すぐの夜8時、日向くんの自転車をですね、えー、事件現場から500メートル離れた山で発見をされます。えー、まあ、位置関係についてはですね、えー、ここですね、この位置関係になります。えー、溺ーたとされる場所がここですね、で、えー、遺体発見現場はここで、 えー、まあね自転車のね推定経路がねこういう形ですねここで発見されているという状況であります、えー、そのねえ30分後の8時半ですね、えー、日向くんのサンダルと図鑑をですね、えー、堤防付近で発見します、まあ、位置関係としてはね、えー、こういうか位置関係になります、まあ、遺体発見現場ですね、えー、溺れたとされる場所で、えー、ここがね、えー、靴と本ですねサンダルと本が発見されたあ場所であります この、ね、サンダルと図鑑の、ね、発見を受けて夜の9時20分頃ですね、下田川でエルスキューによる捜索活動が、ね、開始をされます。この、ね、同時刻頃ですね、警察の聞き込みで一緒に遊んでいた、ね、児童がです、ね、下田川でラッコ泳ぎをしていた平田く君が沈んでいくのを、ね、見て、ね、怖くなって帰ったと証言をしております。 この被害に遭われたですね、岡林日向くんの父親がですね、えー、ツイッターでリツイートしてたことからですね、おそらくね、えー、まあ,あの情報の信憑性というか正確性が高いと思いますので、えー、このね、地元、高知県の地元のですね、ボクシングジムのクロスジムというねジムがあるんですが、そのね、ブログのバスをですね、紹介したいと思います。読み上げます。お父さんはこれまで何度か、 伊能小学校へ直接いじめがあるかもしれないと相談に行っていたそうですその件でも毎回この4人の名前が挙がっていたそうですこれはもはや事故ではなく事件だと思いますが小学校も教育委員会も警察も詳しく調べることもなく風化待ちをしているようにも思えますえここからにつきましてはですね、えー、日向くんの父親が発信したツイッターのね、えー、内容を中心に話していきたいと思います ただしですね、単体のツイッターの情報だけではですね、分かりづらい内容につきましては、前後関係のねツイートを見て、私がですね、推理した内容をですね、ま、えー、アウトプットしていきたいと思います。あまりにも事実とかけ離れた報道。実際、警察の供述文にも、事実が伏せられた事実があります。どなたか拡散お願いします。返信ありがとうございます。報道です。かけ離れたのは、 うちの子供は水が苦手で、お風呂で顔をつける練習をし、ようやく慣れてきたところ、泳ぐなんてもってのほかでした。ここでは少ししか書き込みができず困ってます。何かありませんか。沈んでしまうまでの数分間、見ながら、うちの子が乗っていた自転車まで、川から反対の山側に隠し、証拠を隠滅してるんですよ。で、知らん顔してそのまま夕食を食べ、 誰一人として親に話していないんですよ。行方不明の報道が出ても、もう一度同じことが言えますか？失礼します。もう少し前ではないでしょうか？逃げ帰ったのが16時前だと供述書から聞きました。もう一度現場の方に家の前を徘徊しながら16時半くらいに現場に確認しに行っているそうです。ちょっとね。前のねえー。 のツイートが削除されてましたので前後関係がわからないんですがあの、まあそのねえー、現場に居合わせた児童につきましては、えー、何度か、ねえーまおあのまあ、岡林慎太君が溺れた現場に戻、ねえー、っているそうなんですね16時前に一遍で家に帰ってそこからね何回か現場の下田川の方に戻っているということらしいですね。いじめ 信じたくはありませんが、遊びの中でのいじめがエスカレートしての突発的な事件だったのであれば、普段から遊んでいて憎悪感があったということも考えられます。無理やりでも止めていれば、遊ぶなとは言っていただけに辛いです。 いじめの後にですね、クエスチョンマークはついてはいますけどもあの、ね、父親のですね、ツイッターの前後関係を見る限りはこの時点でですね、かなりいじめによるですね、殺人事件の可能性があるというふうに、ね、父親はね、思っていた節があるんですよね。で、えー、最後の方ですね遊ぶなと言っていただけにというところなんですがこれ2つの意味捉えられるんですよね。 あの川で遊ぶなという意味もあると思うんですが、もしかしたらねえー。黒瀬ジムのね、えー、ブログのね内容にもありますようにですね、えー、このつるんでいた。この川に一緒にいた居合わせった友達というのはですね。えー、まあ、普段からですね。日向君をいじめていた節があったので、父親がですね。いじめているのではないかってね。学校に相談してたんですよね。だから、そのねえー、まあ、ちょっとね。まあ,あの成分というか柄が悪かったんじゃないかなと。とで柄が悪いから。 このね、四人とは遊ぶなと言ってたのかなってね、えー、まあ思うわけでありますなぜ一人で川に服のまま入ったのか泳げないのに大事に大事にしていた図鑑を手に皆さん川に入ったとされる場所は水門近くのコンクリートブロックからだと僕は聞きました確かに小学生が川に降りるのはあそこしかありませんですが果たして五十メートルほど下流に 靴と本、置いていきますか僕のツイートした川の状態を見てください。ブロックからすぐ下流に生活排水の門尾があります。そこはかなりの水深があります。まず、本、靴あった場所には行けません。あと、二十二日は山奥での雨量が多く、多数の方が水が淀んで泡だらけ、緑黒になり、とても深かったみたいと 目撃記憶しておりますまず2つの、ね、ツイートをまとめていきますと前提としてですね、日向くんは泳げなかったんですよねで泳げないにもかかわらず服を着たままですね、えー、川に入っていたとでそのしかも、ね、その川についてはもともと生活排水の紋尾があるということでかなり汚い汚れていた川なんですよねでその汚れもですね当日22時当日については雨量が,大きくて、まあ、雨量が多くて えまあかなりね、えー、まあいつもにも増して泡だらけでよどんでいたと、でまあ、緑の黒のようなね、まあ、かなり変な色がしてて、えー、まあ泳げるような、ねえー、状況ではなかったというね、えー、感じなんですよね。またですね、えー、本靴あった場所についてはいけないということで、本というのはですね、ひなた君が大切にしていた図鑑ですよね、で靴についたサンダルのことなんですが、まああのねえー、場所について見ていきますと、これですね、こういう位置関係になります。 子どもたちがです、ね、侵入できる場所については、ですね、このコンクリブロックですね、この黄色い場所にあるコンクリブロックのところしかないらしいんですが、あのホンクスが、ね、あの図鑑とサンダルが見つかった場所については、あのここなんですよね。で、えー、このコンクリブロックについては、ですね、えーとまあ、間にですね、排水扉があるために、ここには行けないんですよね。行けないので、こ、えー、この河川敷からはですね、 要はその場所にこあの、サンダルと、まあ、図鑑があった場所にはいけないということなんですよね。だからですね、あの、まあ、サンダルと、まあ、あの、図鑑が発見された現場についたですね。まあ、子供たちが、あ、ここからはいけないとすると、もしかしたらですね。えっ、ー、と、まあ、あの、持ったまま、あの、溺れてしまった日向くん からね、えー、流れついてしまったのか手が慣れて流れついたのかあるいはね、えー、それを回収した子どもたちがですね、ここから投げ入れたのかねどっちかなのかなと思うわけであります続、えー、いてですねこれですね、えー、この追悼を受けての返信なんですが「えー、すいませんたびたびで実際見ていただけたら理解してもらえるんですが工業用水家庭排水加えてヘドロなどの匂いもきつくて毎日行ってますそれでもしじみってそういう場所に好んでいるんですよ」 その方にも生活あります。売り物じゃないけどって言ってました。一応ですね、下中川の状況はねこんな感じなんですけども、あもっとわかりやすいね写真がありますので、それをねと、えー、使いますと、まあ下中川についてはこんな感じですよね。もう緑色でちょっとねまああのー、名古屋でいうと堀川みたいなね、えー、感じで濁っているようなね、えー、風に見えます。 今回の、ね、事件の概要をまとめていきますとひなたくんは以前からいじめを受けていた疑いがありです、ね、両親については学校に相談していたとで泳げないのに衣服を着て濁った汚い川で、ね、泳いでいたということですねあと大事にしていた、ねえー、図鑑をな、ね、ぜか持っていたとで当初、い合わせた児童は、ね親,のねえーまあ、親が訪ねた時には知らないと白、ね、を切ったんですが警察が来た途端に白状したということですね。で言い合わせた児童については 何食わぬね顔でね夕食を食べですね親にはひなたくんが溺れたことをですね言わなかったということですねひなたくんのおね自転車がなぜかね証拠を隠滅されるかのように5 0 0ル離れた山で発見されたということでありますあとね私がちょっと腹立ったのがですねこの部分ですねニューポストセブンのねバスになるんですが町内会のお会覧場回覧板回足もお気を使うほどギスギスしています。 子どもたちも学校で不安な空気があります。どうしてネットで騒いで大事にしようとするのか理解できません。子どもたちの生活を乱さないでほしいなどといったコメントも散見されるというところですね。えー、皆さんですね、えー、この事件どう思われたでしょうか。一応ね概要説明欄の方にはですねえー、っとまあこの事件のね再捜査を求める署名のね、えー、まリンクを貼っておきますので、えー、ぜひね皆さんね、えー、署名をしていただければなというふうに思います。 えー、動画については、ね、以上になります、えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました